リゾルト勢にとっての最大の難関を迎えました。耳周りのパッカリングもブリブリにね。絶妙にこうでしにくいやぼったいブルディゴ3つしか俺にできるブルディゴへの抵抗はないんで。どうも、人のトイレです。はい、本日なんですけど、こちらリゾルト711まあね、吐き込んでから9ヶ月経過して今10ヶ月目に突入したんでね、ちょっと経過報告の動画の方を撮らせていただこうと思います。で、それに際してね、ちょっと冒頭でも言ったんですけど、リゾルト最大の難関、難所と言いますか、何かと言いますとね、このヒゲとかあたりとかフェードがね、うまいこと出る前にリゾルトってこのインディゴとかね、ブルーの中間の絶妙にこうでしにくいやぼったい色、ブルディゴっていうんですかね、まあ、このブルディゴの時のコーデどうすればええねんっていうね、考察とかも合わせてやっていこうと思います。まあ、まずはちょっとリゾルトの経過報告の方からやっていこうと思うんで、見ていってください。はい、リゾルト711の現状です。まあ、大体ね、最初の3ヶ月は洗わずに入って、そっから月にね、2回ぐらいの 1,2 回のペースで洗ってるっていう感じかなと思います。はい、じゃあちょっとフロントのディティール見ていきましょうか。ちょっとまずもうここ見てください。愛しいですね。まあね、だいたい 4,5 回乾燥機かけてるんですけど、おかげでね、このボタンフライのボコボコが出てきました。じゃあちょっと愛しいポイント2位っていいですか。ここですね、ポケットの部分。やっぱね、ライトオンスで結構味が出てくれるって嬉しいですよね。711のいい部分だと思います。愛しくてつい慣れちゃうね。で、次がね、結構711らしいという感じの経年変化なんですけど、このクロッチ部分のビシッといった線ですね。711って意外とね、股髪浅いというか、まあ、ボーイズサイズの501、503BWX をね、ベースにしてるんで、すげえ股髪が浅くて、ね、なんかフィッティングがタイトなんですよね。そのおかげで、なんていうか、ガンガン洗ってても、こことかいい感じに、なんていうか、ヒゲ候補がね、出てくれるというか、これは711のいい部分だと思いますね。で、股髪が浅いおかげで、この内もものヒゲというかあたりというか、もいい感じに出てくれるという感じで。ほんで、まあ、ここの裾部分は結構インディゴ濃いんですけど、この桃から膝にかけては青くて結構縦落ちっぽいのも出てきてるなっていうのが、まあ、リゾルト9ヶ月経過したリアルな表情かなと思います。じゃあ裏面いってみましょう。はい、裏面はこんな感じです。まあ表面と一緒でね、裾周りは結構濃くて、お尻周りがちょっと青くなってきたかなって感じで、ちょっとディティールも見ていきましょうか。まあね、お尻には何も入れないというか、まあ入れても毎日その鍵入れたりスマホ入れたりでコロコロ変わるんで、特にこれといったあたりは出ないですね。で、まあ、このベルトループとか、この生地重なってる部分とかは、かなりちょっと水色っぽさは出てきてるなという感じです。で、まあ、乾燥機 4,5 回かけたんですけど、ここのね、革パッチは、まあ、まだまだ淡っぽい色っていうのを保ってるなという感じです。で、まあ、特筆すべき点はあんまないんですけど、まあ、ガンガン洗ってるのに、こことか、ちょっとね、なんていうか、蜂の巣っぽい部分が、ね、出てきてるんで、ちょっとこれからもガンガン洗っていっても、この蜂の巣は出てくるのかっていうのがちょっと見どころですね。はい、で、まあ、ついでになんですけど、この裾パッカリングめちゃめちゃ出てます。いい感じですね。で、このコットン特有のなのかな、この色抜け感も結構気に入ってます。ちょっとさっき言い忘れてたんですけど、ここのね、キャタピラっていうんですか、この耳周りのパッカリングもブリブリにね、まあ、4,5 回乾燥させると出てきます。いやー、いいっすね。まあ、経年変化はこんな感じで。はい、というこんな感じでね、まあ一個一個ね、色落ちの部分とか見ていったら、まあ我が子なんで可愛らしいんですけど、やっぱり旗から見たらちょっとこうでしにくい、やぼったいブルーちゃうかなとは思うんですよ。こういうね、今合わせてね、履き込んでますジャパンブルージーンズの、まあ、1回しか洗濯してないね、このゴリゴリのインディゴの状態に比べるとめちゃくちゃブルーやし、で、このね、
なんていうか、これ対戦機のカバーオールなんですけど、とかヴィンテージの G ジャンなんですけど、まあ、こういうヴィンテージっぽいブルーに比べると全然濃いっていう、もう一番コーデしにくい時期やなと個人的には思ってるんで、でまあその時一番コーデしにくいブルディボの時にどうコーデするのかっていうね、個人的な考え方みたいな考察をねちょっと発表させていただきます。まあ、個人的にこれテクニックかなと思ってるのが3つありまして、まあ、ちょっと順番に発表させていただきますと、まあ、1個はこの今 GH バスのラーソンの茶色のを履いてるんですけど、まあ、こういう茶色の革で素材感と色のねコントラストをつけて、うまいことこのブルディゴをねアメリカっぽいというかカントリーっぽい感じにまとめるみたいな、とかまあこのオールドコーチとかこのスローのベルトとかね、でなんとかうまいことをちょっとアメリカっぽくできるかなと思ってます。で2つ目はこの今着てるシャツですね、こういう紺、ブルー、白みたいな感じのうまいことこのブルディゴにねグラデーションをつけれるような柄シャツを着るっていう、これ結構爽やかに見えて個人的にね気に入ってるんですよ。どうすか、このグラデーション作戦が個人的には一番の有効だかなと思います。まあ、なんでまあちょっといいなと思った人はアロハシャツとかリネンのストライプシャツとかコモン柄のシャツとかでうまいことなんていうかグラデーションになるのを意識してみてください。でまあ3つ目はねマルチカラーのストライプで青が入っててかつ他の色味のねマルチカラーが入ってるストライプでちょっと味付けしながらもさっきみたいなグラデーションっぽさも作るみたいな感じのコーデがね個人的にはおすすめかなと思ってます。まあ現状この3つしか俺にできるブルディゴへの抵抗はないんで、ちょっとねリゾルトを履き込んでる有識者の方たち、このブルディゴの時どんなコーデしてるか教えてもらっていいですかね。ちょっと参考に購入させていただいてまた報告とかさせていただこうかなと思ってるんで、まあ今回はねこんな感じであっさり終わろうと思うんですけど、まあ現状ね9ヶ月経って10ヶ月目にしてこのリゾルト最大の難関ブルディゴにぶち当たって、ちょっとなんとかね悪戦苦闘しながらもこの夏ガンガン履いていい感じのね古着っぽい水色っぽいブルーにしていこうかなという感じですね。このチャンネルではね他にも710の方も相方の福太郎さんが履き込んだり、ちょっとデニムのいろんなね経年変化報告をしたり、まあ、先ほど紹介しましたジャパンブルージーンズのね色落ちとかのから、まあ、古着のこういうデニムまで幅広くねちょっとアメカジ系とか老舗ブランド中心にやってるんで、興味ある人はぜひちょっと他の動画も見たり登録お願いします。今回はこの辺でありがとうございました。いやーけどリゾルト711ってやっぱいいっすね。個人的になんですけどこの股髪がめっちゃ浅いってさっきも言ったんですけど、浅くてお尻が綺麗なね、こういうジャストサイズのシャツとの相性がめっちゃくちゃいいんですよ。いやーで710って自分プリケツなんで似合わないんですよ。けど711やったら似合うみたいな、まあ、そういうところもねなんていうか加味してリゾルトを買ってみようかなって思う人は710と711、712あたりをねこう履き比べてみてください。じゃあね。